デナウは、ウズベキスタンスルハンダリア州の都市である。州都テルメズより 150km 北東にある。推定人口10万人。タジキスタンとの国境付近にあり、ギッサール山脈の麓にある。タジキスタン側の国境の町、トゥルスンゾだからは、約 50km。デナウと表記されることもある。付近には、スルハンダリア川が流れる。 ソビエト連邦統治下の1929年に鉄道が敷かれ、1958年に市として設立された。都市名は新しい町を意味する。現在の主な産業は麺の製造とバターやワイン、ウォッカなどの食品産業である。デナウの南約2 0トルのところにバクトリアを勢力下に置き、大化を滅ぼした大月市の都とされるダルベル人テーペ。 遺跡とその理休とされるカラバグテバイ遺跡があり、発掘調査が進められている。2012年には、バイスンとデナウを結ぶ電線が、ウズベクテレコムにより開通している。欠片の気候区分では、ステップ気候に属し、降水量は少ない。1月の平均気温は、摂氏3.6度、7月の平均気温は、摂氏28.4度となっている。2011年に、 ウズベキスタン鉄道の多種県とデナウカンルートが開通している。ウズベク人は90%以上を占めている。外国人としては割合の多い順にタジク人、タタール人、ロシア人が住んでいる。ありがとうございます。